こんにちは。こんにちは。インタビューよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは自己紹介の方よろしくお願いします。尾上敏郎と言います。2014年関西学院大学総合政策学部都市政策学科客のゼミですね、卒業しまして株式会社大林組に入社しました。業種としましては、建設業になります。尾上さんはどんな会社で働いていますか？はい、大林組の仕事としまして、大きく事務系と土木系、建築系に分けられるんですけども、僕の方は建築の施工というところに所属しています。仕事としましては建設工事における現場監督の業務です。現場内の工程や品質、安全環境、あとコストを管理していってます。簡単に言うと、職人さんと日々作業の調整を行って、決められた期間内にいい建物を作って利益を生むっていう仕事にしてます。大林組がどんな会社なのか、もう少し詳しくお聞きしてもいいですか？大林組の実績としては、一番有名なところで言うとスカイツリーを自社だけで建てたっていうのが誇りに思っているところ。今後としましては、2050年までに宇宙エレベーターを完成させるっていうのがすごく大きな目標、夢となってます。大林組っていうのは結構人がいいっていう風に言われます。理由としましては、社内での話し合いとかが多く見受けられて、職人さんからもですね、他の会社よりすごく雰囲気がいいとか話しやすいとか言われてます。お仕事をしていて楽しい時ややりがいを感じる時を教えてください。僕の中では4点ありまして、結構大変で忙しい仕事なんですけども、その中で建物が完成した、引き渡したっていう時がやりきったっていう達成感があるところと、あともう1点が、自分で計画を立てて工程を思い通りになった時の建物が建っていく時が一番気持ちよく面白い時になります。またいいことだけじゃなくて、トラブルがあったりとかした時にうわーってなるんですけど、そのうわーってなった時にみんなで話し合って、職人さんとも話し合って、知恵を出し合って解決していくっていうのが僕の中では楽しいっていう項目になります。結構職人さんとコミュニケーションを取っていく仕事なんですけども、その休憩時間内に何気ない会話、世間話とか、こんな美味しい店があったよとか、いいところあったよとか、そういうのも結構楽しい毎日になってます。尾上さんが関わったプロジェクトや建設で印象的なものはありますか？豊洲の新市場、高菜を扱う市場ですね。その市場を作りました。すごく大きい面積で、地下もあったりするので電話がつながらないんで、無線を通して話し合ってどんどん作り上げていくことがすごく新鮮に思ったところです。それも1年目の現場だったので、こんなのをどんどん立てていくんかっていう希望と夢があった現場で、苦労したところはいっぱいあるんですけども、すごく思い出に残る現場となりました。大林組で働きたいと思った理由があれば教えてください。大林組で働きたいなと思ったのは、いろいろな会社を面接行った時に、大林組の方がすごい親切にしてくださるのが一つと、2050年に宇宙エレベーターとか技術力を持って夢を目指していくっていうものが、すごくいいなと思いました。何かを目標があってこの会社は動いてんだなっていう風な、やっぱそれ目標がないとやりがいとか達成感っていうのが得られないと思うので、僕の学生時代に挑戦っていうイメージも会社にマッチしてるのかなと思って受けました。建設の業界で働くために必要な準備、スキル、知識などがあれば教えてください。僕の中で4点ありまして、1つはやっぱりコミュニケーションスキル、もう1つがめげない根性、3点目が判断力。いろいろ講師があって、いっぱいな引き出し方法があるんですけども、立てるにあたってそれを決める判断力、あとは先見力ですね。天気によって工事とかも左右されるので、先々見た工程とか計画とか、そういうのが大切になると思います。それらの能力はどうやって身につけていけばいいでしょうか？
学生時代であると僕は結構何事にも挑戦していくっていうのを大事にしてて、例えばゼミとかでもフィールドワーク、積極的に行ったりとか、古民家再生のボランティアとかも行ったりしている中で他のボランティア参加している人たちと喋ったりして、それはもうコミュニケーション能力が長けていったりしているのと、あとはですねアルバイトとかで長い間勤務したんですけども、それの辞めない根性とかですね鍛え上げられていったと思います。あと判断力と先見力は会社入ってやってみないとわからない部分もあるんですけど、学校で言えば単位を取るのにあたってどういうふうに単位を取っていくかっていうのが先見力、どの教科を取れば単位取れるなとか、こういうふうに勉強すれば単位取れるなとか、そういう判断力、そういうのもつけていけば会社に役立つ、大林組だけじゃなくて他の会社にも役立つと思っています。総合政策学部での学びは今どのように生きてますか？創生って結構幅広いじゃないですか。幅広い中で自分で選択できるところが創生のいいところだなっていうふうなのがあって、さまざまな分野で気づきがあると思うんですけども、自分好みの分野をどんどん絞っていって見つけていって、最後は特化していくっていうのがいい創生での学びだと思っています。僕で言うと建築士プログラムコースっていうのがあったんですけども、それに入ることによってやっぱり建築っていうのを学ぶきっかけとなって、そのコースのおかげで今の会社にもたどり着けたかなと思っています。建築士プログラムで学んだことや得たことがあれば教えてください。学んだことといえば、設計課題が与えられて、その与えられた土地とか条件によって建物を建てていくっていうのがあるんですけども、それによって空間的な考え方が身につくのが一点あります。また CAD ですね、 CAD っていうのはパソコン上で図面を描いたりするんですけども、これは結構設計の会社とか、あとは施工の会社とかでも使う技術になりますんで、それの基本的な能力が身につくと思います。あとは座学、構造とか環境とかですね、基本的なことを学んでですね、どんどん興味持って建築のことをもっと学びたいと思えるようなプログラムになっていました。学生生活で一番学んだことを教えてください。挑戦することですかね。いろいろな挑戦したんですけども、アルバイトであったり海外旅行であったり一人暮らしであったりボランティア活動であったり、震災のボランティアも個人で一人で行ったこともやっぱり挑戦することでですね、仕事に生きているところがあると思います。特に言うと出会いや技術面や精神面や、あと充実感達成感的なものを得ることによって、それが今の僕に生かしているのかなとは思っています。課外活動の中で特に印象に残っているものはありますか？一人で行った震災ボランティアなんですけども、本当に全然設備とか何もなくて、コンビニとかも近くにないので真っ暗な状態で、懐中電灯もないので携帯の電灯を照らしながらタクシーの横切る光を頼りにしながらボランティアセンターに行った覚えがすごくあって、その中でもほぼ何も持ってない状態だったので、そのボランティアセンターでテントを借りてテント仲間っていうのも作ったり、あとはボランティアを通してその地域の方々と一緒にワカメを選別したりとか、そこの中でやっぱり話が生まれていってすごくいい経験にもなったし、朝になるとやっぱり震災の状況っていうのがすごい一目でわかるんですよね。何もない、本当に電灯とかも倒れてたりとか、もうぐちゃぐちゃ状態になってて、でそんなに建物って脆いのかとか、やっぱり建物っていうのは人を守っていくっていうのをすごい使命感があるものなんだなっていうのと、あとはボランティアを通して人の温かさとか、どんどん復興していく人の力強さっていうのがすごく体験できて、今にも生かしていると思ってます。今の学生に伝えたいことがあれば教えてください。やっぱりいろんなことをやって挑戦してほしいっていうのがあります。特に総合政策はそれがやりやすい学部なのかなと思って、時間もいろいろ取れるところがあると思うんですけども、その経験が人生で何かの糧になって目標を生んで、さらに最高やなっていう結果になると思いますんで、挑戦することをやるようにお願いいたします。